美学は哲学の領域の一つ。または単に美意識、美的感覚を表す。近年ではビジネス理論でも外観や雰囲気を表す言葉として用いられる。純哲学的な意味では美の本質や構造をその現象としての自然、芸術及びそれらの周辺領域を対象として経験的かつ形上学的に探求する哲学の一領域である。森外により、 新美学という訳語が与えられたが、現在では美学と呼称される。19世紀後半のドイツでは美学から芸術の研究を独立させようと芸術学が提唱された。その後、美学は一般芸術学の主張を取り入れて変化し、今日では美学が哲学的であるのに対して科学的、実証的な芸術研究を指して芸術学と呼ぶようになってきている。 伝統的に美学は、美とは何かという美の本質、どのようなものが美しいのかという美の基準、美は何のためにあるのかという美の価値を問題として取り組んできた。科学的に言えば、感覚的かつ感情的価値を扱う学問でもあり、時に美的判断そのものを指すこともある。より講義には、この分野の研究者たちによって、美学は芸術、文化及び自然に関する。 批評的考察であるとも位置づけられる。美学が一つの学問として成立した歴史的背景には18世紀に啓蒙主義の思想と自然科学の確立に伴って表面化した科学的認識と美的もしくは感覚的認識の相違が認められたことと関係している。アレクサンダー・ゴッドリープバウム・ガルテンは理性的認識に対して感性的認識に固有の論理を認め、 学問としての美学を形作った。後に、カントは美学の研究について、美的判断を行う能力としての趣味を検討し、趣味を支配する普遍的な原理は存在しないことから、美学を美そのものの学問ではなく、美に対する批判の学問として位置づけた。ここから、美学は、シーラー、シェリング、ヘーゲルなどにより展開された美に対する、 哲学的批判へと焦点が移行するが、19世紀から20世紀にかけて美の概念そのものの探求から個別の美的経験や芸術領域、もしくは芸術と他の人間活動との関係にも考察が及んでいる。なお、日本語の美学は本来の意味から転じ、高潔で優れた信念を持つ様を表すこともある。例えば、囲碁騎士の大竹秀夫の気風は、 大竹美学と称される。美学という術語が生まれたのは18世紀中央であり、ドイツの哲学者、アレクサンダー・バウムガルテンが用いたエステティカに由来している。バウムガルテンは1735年の著書で美学に新しい概念を与えた。彼が1750年に美学を出版したことが美学が哲学の一領域として定式化される一つの契機となった。 このエステッティカという語は古典ギリシア語アルファーシグマシータイータシグマヨタの形容詞アルファーシグマシータイータタウヨタカッパをラテン語化したもので二つの語義を持っていた一つは感性的なるものであり他方は学問という語が省略された語義である感性学であるバウムガルテンがどちらの意味でこの語を使用しているかはその所著においても曖昧であるが 遅くとも、美学以降では、後者の意、さらに詳しく言えば、完成的認識論、サインティアカゲニシャナイズセンスティビの意で用いていることは、明らかである。バウムガルテンによれば、美は、完成的認識の完全性であるから、エステティカは、美について考察する、学あるスプルッカー・コジェトンディである。一方、完全な完成的言語らしをセンスティバ・ペルフェクタを、典型とする。 芸術一般は美に関わるから、エステティカは、芸術理論テオリアアーティアムリブラリアムである。バウムガルテンの体系においては、美や芸術に関する学的考察である、感性的認識論は、理性的認識論との対比において、疑似理性の学アルスアナラジャイロティニーズであり、会の認識論ナシャロージアインフェリオとして、位置づけられた。ギリシャ・ローマ時代には、 美学という明確な術語が存在しなかった。古代にも美と芸術は存在論、形自上学、倫理学、技術論などから捉えられたが、巨視的な考察は乏しかった。また、古代における美学の捉え方は特定の局面の断片的、または個別的なものにとどまっていたと考えられており、組織的な考察は行われてはいなかった。 体系化された美学の演劇はプラトンにまで遡る。イマヌエル・カントの判断力批判、シェリングの芸術の哲学講義、ヘーゲルの美学講義などを経て、フィードラーの上からの美学批判を受け、現代に至る。現代美学において特筆すべきは、実存主義、分析哲学、ポスト構造主義によるアプローチであろう。バウムガルテンは、 ライプニッツ・ボルフ学派の系統に属す。美学という学問の名称は、彼が感性を表すギリシャ語から作ったラテン語の造語、エステティカに由来する。彼は、フランクフルト大学で1742年からこの美学の講義を始め、その後も再度の講義要請があったことから、元の講義内容に若干の過失修正を行い、これをラテン語で出版した。 美学第1巻は1750年、さらに第2巻が1758年に出版された。引用美学は感性的認識学の学である。美学の目的は感性的認識そのものの完全性にある。しかるに、この完全性とは美である。そして、感性的認識そのものの不完全性は避けられねば、ならず、この不完全性は衆である。 美学の出発点は、知性的認識の学としての論理学を、感性的認識の学で保管することにあった。日本語の美学は、中江町民が、フランスのジェーヌ・ベロンの著作を訳して、石美学と放題をつけたことによる。日本の高等教育機関における美学教育の講師は、東京美術学校及び東京大学における、フェノロサのヘーゲル美学を中心とした講義。 森林太郎による東京大学における EV ハルトマン美学ら当時の同時代ドイツ美学についての講演及びラファエル・フォン・ケーベルによる東京大学での美学講義である。また京都においては京都工芸学校においてデザイン教育を中心とする西洋美学及び美術史の教育がなされた。なお、東京大学は独立の一講座として大塚安二を教授に任命。 美学講座を開いた世界で最初の大学である。日本における主要な美学関連学会としては美学会があり、雑誌、美学及びオーブンシエステティクスを発行している。毎年10月に行われる全国大会のほか、年5回、関東及び関西で研究発表会が開催される。なお2001年の国際美学会議は日本で行われた。近代以前の日本には 西洋のような一貫した形での施策の集大成としての美学はない。しかし、行き、詫びなどの個別の美意識は古くから存在しており、また茶道や日本建築、伝統工芸品などを通して様々な形で実践されてきた。また、家論、能楽論、家論などの個別の分野での業績はあるものの、孤立した天才の異業という色彩が濃く、一枚岩の美学ではない。 これらの美意識は自然と密接に関連しているが、西洋美学は近代以前はもっぱら人間を中心に据えた芸術のために発展した。そのため、日本の美意識は西洋美学の視点からは十分に記述、説明することができない。近代以前の日本の事物について芸術という視点を持つ美学から論じると学問的文脈を無視した議論となり、 慎長を期すべきである。日本人自身も日本の美意識を明快に定義、説明することが困難であるのが現状である。今後、複数の視点を活かした研究が待たれる。歴史的に見ると、日本神話の天の岩との相話は、民族の危機が下部の芸術によって救われたという意味であり、日本民族の歴史に占める比重の大きさを示唆する。ここにおける理想的人間は、 秋清き直帰心という内面の曇りのないことに結晶し、罪は溝ぎと払いとによって水の果て、風の果てに称賛されるとする宗教的呪術的信条には美と清里が何らかの形において一致するという美学的思考が大成している。雨の渦詰めの踊りに関する記述にはブサやインに関する言及もある。日本において美学的思考が 初めて意識的に理論化されたのは、古今和歌集、彼女においてである。きつらは、彼女で、和歌は純粋な心の結実であるとした。そして和歌は、天地開闢の時から出かしたと述べ、和歌に結集する芸術は、生きとし生けるものの生の表現が人においてその成果を、開花させたものであるとした。この過論が、芸術批評、創作指標として理論化されたのは、 藤原均等の新鮮随能和格本以降においてであり、後者の旧分法は仏教における苦本伝来によると思われるが、基本的には中国東大の画論における均等論の影響が推定される。藤原均等によって最高の歌格とされたあまりの心は、藤原春勢、三豚ダミネ、そして鴨の町名によって余剰として深度化され、 有限と関係づけられた。その頃、花風は、竹、長光様、お菓子など、美的カテゴリーの細分化が行われ、和歌十体として体系化された。西行は2300種の美意識にあふれた和歌を詠んだと伝えられている。藤原定家は、昔つらゆき家の巧みに竹を指がたく言葉ずよく姿、面白き様を好みて、余剰妖艶の体を読まずとして、 哀れの範疇を開拓した。藤原邸家によっておもんじられた有限様、右身体の趣を全敵思想で深めた小鉄は、いかなることを有限体と申すべきあらむこれぞ、有限体とて、定かに死にも心にも思うと理由べきにはあらぬなりと、名乗しがたい、五乳の境地と芸術の奥義とが称号していることを指摘した。ここから、芸道の精神が生まれ、演劇論としては、 脳の世阿弥の、家教の、同十分振動七分身という余剰演技、せぬがところが面白きという、してのひするところを中心とする脳の有言論の、形なき姿を尊重する秘伝につながる。これは、技法上の修練が必要であることに理解を示した、上での、廃人の松尾芭蕉による、廃徊は三尺のわらべにさせよ初心の句こそ、頼もしきれという、木の芸術の主張につながる。 この内面的な自発性は、旧の将軍によれば、西行の和歌、葬儀の連歌、摂州の絵、千里宮の茶を貫く、風画の精神である。このことを別の側面から保証するように、文人画家の池大河は、絵画でいかなることが困難であるかと質問されて、ただ史上に、一物もなきところこそなし形と答えたという。この木の芸術の神秘主義は、 宇宙的生命の自己表現から出発する日本の美学思想に起源するが多分に中国思想、仏教思想の影響がある。一方、これに対して純粋な日本的精神による美学を主張したのは国学者の元織範長である。元織範長はことに触れてその嬉しく悲しきことの心をわきまい知るを物の哀れを知るというなりと述べて、 自称と自我との接触としての経験において、自称の本質を認識した上で成立する感動を、もののれと規定した。そして、これを知る人を、心ある人と言い知らぬ心なき人というなりとして、すなわち、もののれを知ることが人間が人間たるゆえんであると、した。鍋で心に深く感じることは人に言い聞かせては闇がたきであるのだから、 感動の表現は人間的な必然となる。その表現手段の意気は、鳥虫に至るまでも己、己が多様を成すものを人間として、一向読むことあたは、ざるははずべきことの、花肌しきにあらずやというように、和歌である。ノリは、儒教の教えとは鋭く対立し、芸術の自立性の主張した点においても、近代精神を選取する側面があった。 このように美と芸術を重視する思想的伝統があるために西洋美学の摂取も成功したのであり、青春森大外以後においては東洋の伝統に立ち作動における老僧の美学的世界観を主張した岡倉角造の茶の本及び西洋美学の方法で過論を研究してその側面から反中論を補足した大西義則の有限と哀れは注目すべきである。 近現代の文化人としては、三島由紀夫、谷崎潤一郎、泉京花、江戸川乱歩らが美意識にあふれた作品を発表した。戦後の60年代以降、寺山修司、大島渚らがその美学を引き継いだと解釈することも可能である。ありがとうございます。